たちはつながりの絆で結ばれた友だ。助けるの当たり前だろ、友達なんだから。つながりだよ。キングダムハーツバースバイスリープ、プレイステーションポータブル。あの鉄拳6がプレイステーションポータブルでここま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 でできるのか。鉄拳6。あれから2年、時代の激流は旧友を戦友に変える。戦場のバルキリア2発売決定。セガ。どんな時も消えなかった絆を胸に、痛みも悲しみもきっと乗り越えて。バトルオブエイセス、癒しの風が夜空を渡る。私、かけるくんが一緒なら何があっても平気だよ。イレブンアイズクロスオーバー、今冬発売予定。狩りは好きか。神のごとく早く連続攻撃を繰り出す。狩りはここまで進化した。ゴッドイーター、体験せよ。メンチビーム。全校生徒300人のてっぺんを取れ。喧嘩番長と一年戦争スパイク。もういて、もういて、諦めた今。いい声だ。ダブルスが熱い。みんなのテニスポータブル。プレイステーションポータブル。彼らの仕事は手紙を届けること。人々との出会い別れを繰り返し、紡いだ心を届けよう。明日を生きる希望をありがとう。出会いの数だけ感動の物語がある。手紙鉢、心紡ぐものへ。いつかあなたのようになりたい。つながる、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 つながる。ドットハックリンク。受ける。カードが紡ぐ冒険ファンタジー、バトルスピリッツヒーローズソウル。盾竜ビージョーリスを手に入れろ。その敵は一人では倒せない。仲間と攻略、進化したマルチプレイ、新三国無双マルチレイド2。ガンダム、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 果てしなく遊べるガンダムゲーム、ガンダムアサルトサバイブ。待ってました、プロスピ TSP。 思い通りに打てる。やって楽しい、聞いて楽しい。本物にいつでも会える。24時間プロ野球、完成前の一勝負。誰がやってもプロ野球、プロ野球スピリッツ2010。コナミ。メーブルと電撃チーズマガジンから生まれたマリッチロワイヤルがついにゲーム化。お嫁さんにしてください。12人の美少女からプロポーズ、マリッチロワイヤルプリズムストーリー。おはようございます。ハイパーバトルに魂を揺さぶる一気当選クロスインパクト。
今から小テストを始めたいと思います。またテストか。ちょっと何何これさ、ずっと前から好きで、だから俺と付き合ってほしい。ちょっと待った、僕の段ボールに入ってください。段ボールこっちです。俺、うん、メタメタにはまるメタルギアソリッドピースウォーカー。あーやべ、あやべ。世界最大のスポーツイベントがゲームになった。ワールドカップをプレイしよう。大陸予選に参加した199カ国を完全収録。国の威信をかけた戦いが始まる。ワールドカップの全てがここにある。 EA Sports It's in the game 2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会スペシャルプライスで発売中。Ouais, c'est bien! Continuez comme ça, ouais, c'est bien! Prenez plus de risques, allez les gars, on y va! Ouais, prenez des risques! Oh, et d'assez, pression sur l'adversaire! Des choses! Tatakai ni atsuku nare! Winning Eleven, Aoki Samurai no chousen! Ore to Taisen da! Konami! Ore tachi no tabi no yukue o ima, sono te ni! Taibou no RPG, tsui ni toujou! Hagane no renkin jutsushi, Full Metal Alchemist, yakusoku no hie! Yoyaku o isoge!俺たちが最高のチームだ。行くぞ、いざ戦いの舞台へ。ギルドで仲間と出会い、最高のチームでクエストに挑め。フェアリーテイルポータブルギルド。コナミ。早く来いよ、飛び込むって約束だろ。分かってるって。僕の夏休み、ポータブル2。夏休みずっと続くといいよね。プレイステーションポータブル。最強の RPG ゲーム。死に値する裏切り者だ。この世は強さが正義よ。みんなと本当の仲間だった。ここは俺たちの世界だ。ラストランカー、よし行こう。カプコン。さあ、ここが運命の2010年パワープロは遊び方が超盛りだくさん。 PSP で超充実。実況パワフルプロ野球2010。コナミ。猛鉄でタッグマッチや。私とタッグ組む人。今度の桃鉄は史上初タッグマッチモード搭載。共有のカードを使いこなしチームワークで勝利を目指そう。僕だけ一人一緒に遊ぼう。桃太郎電鉄タッグマッチ。この羽目裏切りよって。ついに実現。ウォーマンセルアクションで試される仲間との絆。ナルト疾風伝絆ドライブ7月15日発売予定。ただいま。プロジェクトディーバが進化して帰ってきたよ。またみんなに会えるね。初音ミクプロジェクトディーバセカンド7月29日発売。セガ。俺らに英雄の代わりなんてできるかよ。逃げないで正面から向き合わなきゃ。テイルズオブファンタジアなりきりダンジョンクロス予約キャンペーン実施中。ここはアイルーたちが暮らす村。仲間を集めて村を大きくしたり、時には狩りに出かけたり。モンハン日記ポカポカアイルー村。パプコン。今日どうする？今日は東京上空に集合。よし、これお台場じゃん。やばいやばい。仲間と共にアサルトせよ。エースコンバット X2 マルチプレイを体験。心を知る戦い。あら、負けちまった。いつも同じ戦いばっかしてんじゃねえ。なんでお前が出てくるんだ。コン、うせえ。もっとこのゲームを楽しめ。80体以上もキャラがいて4人同時対戦もできるんだぜ。俺様だってね。2戦手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 。完全にお前の趣味じゃねえか。やめてー。 3D 対戦格闘ブリーチヒートダソウルセル好評挽回中。プレイステーションポータブル。遊戯王 5D's タッグフォースタイム。新たな敵イリアステルに立ち向かえ。発動せよアクセルシンクロ。行くぞ遊星。俺たちと目指せ最強タッグ。遊戯王 5D's
タッグフォース5、特典カード3枚同梱発売中。コナミ東京池袋、僕らが住むこの街で新しい物語が君を待つ。ゆららら3ウェイスタンド予約受付中。ついに PSP で楽しめる純愛歴史アドベンチャーゲーム新恋姫無双。三国志の世界を舞台にヒロインたちが繰り広げる百花繚乱の乙女ワールド。前作をしのぐ数々のストーリー、史上最大の乙女たちの戦いが新たな歴史を刻む。2010年夏、壮大な恋姫ワールドをあなたに。新恋姫無双。今度のカムロ町は PSP だ。ケンタバタルはジャーハイテンション。通信プレイでかけるは男のプライド。最強の陥落剤を遊び尽くせ。クロフィオ竜が如く新章セガ。私たちの演奏がリズムゲームになるよ。リズムに合わせてうんたんうんたん、5人で一緒にライブしよう。慶応放課後ライブ9月30日発売。セガ。フリーザーそっち行くぞ。しゃあ任せろ。調子に乗んな。もう一発。バトルは連携で進化する。ドラゴンボールタッグバーサス、ゲットせよ。祝福のカンパネラが今度はプレイステーションポータブルで登場するです。4本のエクストラストーリーが追加されるのです。デラックスパックには祝福のオリジナルアイテムを同梱。プレイステーションポータブル用ゲームソフト祝福のカンパネラポータブル、2010年9月30日発売予定。予約特典は祝福のデコレーションシールなのですよ。9月30日にパパと会えるのを待ってるです。スクエアエニックスがついに放つ4人マルチアクションゲーム、ロードオブアルカナ。今なら無料。持ってきた。 PSP のウィニングイレブンで吉田が俺に協力プレイを申し込んできた。ほら、いいパス打ったよ。1対1だ。ごめん吉田。ウィニングイレブン 2011PSP。 ごめんて。コナミ。狩りのシーズン到来。あのゴッドイーターに劇的な成長を遂げて帰ってきた。武器も倍増。狩りは再び進化した。ゴッドイーターバースト体験せよ。あなたの死は定めですか？その決断がやがて歴史を大きく変える。タクティクスオーガ運命の輪。原作原康久、剣に全てをかけて。ぶっちぎれ！キングダム一騎当選の剣。ゲーム化プロジェクト進行中。コナミ。ちょっと待ってよ。やっぱり犯人はあっさり部屋を抜け出して矛盾してる。盛り上がってきちゃったね。矛盾を打ち抜け論破しろ。弾丸論破。お前らもやる？一狩り行こうぜ。見てくださいよ。すげえ、何個焼いてんのこれ。上手に焼けました。うわ、焦げてる焦げてる。君は上手に焼けるか。モンスターハンターポータブルサード。タプコン。Wii とプレイステーションポータブルにオーズ登場。コンボチェンジで戦え。最強フォームも使える。仮面ライダークライマックスヒーローズオーズ。オーズカードがついてくる。ミルキーホームズが PSP ゲームになります。怪盗事件の謎を解いてアニメーションで追い詰めます。 PSP ソフト探偵オペラミルキーホームズ限定版予約受付中です。私何をしたの。君を守りたかった。答えて。君は君のままでいい。ザ・サード・バースデー。初めてだな、振られるの。